なりたいチャンネルです。チャンネル内の自然音、その他の朗読もよろしくお願いします。異世界ライフ、異世界のんびり農家、385獣人族の男の子たちの学園生活、夏、コネギと386、非一郎の失敗と俺の失敗、朗読を始めます。異世界のんびり農家、獣人族の男の子たちの学園生活、夏、コネギット。私の名はコネギット、魔王国の王都で一番の紹介の娘という設定です。すみません、私は嘘を吐きついています。私には結婚願望があります。しかし相手が誰だって良いと思うほど達観はしていません。それなりに素敵な旦那様との結婚生活を夢見ても良いでしょう。そしてその相手をやっと見つけました。ガルガルド貴族学園に入学し、教師になった獣人族の男の子たちの一人です。彼は素敵でした。いえ、素敵すぎです。だから私には釣り合わないと諦めていたのですが、思いは止められません。特に彼が他の女性にアプローチされているところを見るのは苦しいです。ですので恥も外聞も捨てて勝負に出ます。大丈夫です。私には強い味方があります。先人たちの知恵と努力の結晶である男性攻略法。この本が男性の心を射止めるには料理、手料理が一番。手料理とは一体動物の手だけを料理するのでしょうか。私が作った料理のことですか。なるほど。ええ、料理は料理人がするものではないのですか。私が作った下手な料理より専門にやっている料理人の料理の方が美味しいと思うのですが、違うのでしょうか。わかりません。というか私の料理の腕は他の方に食べさせるレベルではありません。知っています。私の指示で料理人が作ればそれは私の手料理ということになるのではないでしょうか。きっとなりますね。それでいきましょう。男性の心を射止めるには接触。男性は女性に触られるだけで喜ぶもの。積極的に触っていけ。不思だらな。私には無理です。いえ、興味がないわけではないのですが、無理です。できません。あ、触れない女性への補足がありました。親切ですね。腕を組む、素敵ですが私には難度が高いです。他には太ももに触る、バカですか。そこに触れるならどこだって触れるでしょう。えい、もう少しまともなことは。ダンスに誘う。なるほど。一緒に踊るのであれば自然な接触ですね。しかし女性からダンスに誘うのはどうなのでしょう。ほとんど告白と同じではないでしょうか。それぐらい積極的に行け。引いていては他の女に取られるぞ。確かにそれはありえますね。わかりました。頑張りましょう。しかしダンスですか。近々でダンスを行うようなイベントはありませんね。なければ作る。それだけです。ふふふ。早速企画書を作り学園の承認をもらいましょう。夢が広がります。さてそれはそれとして、先ほどから私に対して攻撃を仕掛けている小物たちに質問しましょう。飼い主は誰ですか。それともご本人で。今の私は手加減ができませんよ。私の名はコネギット、偽名です。姿も嘘です。私の本当の名はホーイコールレグ、魔王国四天王の一人です。すでに貴族学園は卒業していますが再入学です。なぜ。ただの気分転換です。十数年前からやっていてよかった。あ、学園長にはちゃんと報告していますよ。これで密偵を捕まえたり調子に乗っている貴族の息子をマークしたりと実績はありますからね。大樹の村で彼らを見た時は手が出せないと思っていましたが、ふふふ、おっと、いけない。気は抜きません。当面は禁止する覚悟です。とりあえずお二方の共闘のお誘いは受けましょう。悔しいですが四天王の仕事を休むことはできません。私が学園にいない時のことを考えれば仕方がないことです。そうそう、くれぐれも私のことは他言無用で、学園にいる私はコネギット、か弱い娘です。
異世界のんびりの丘、ヒーチローの失敗と俺の失敗、ドラゴン姿のヒーチローが子猫たちに怒られている。珍しい光景だ。だが仕方がない。ヒーチローが屋敷の中でドラゴンの姿になり、建物の一部を壊してしまったのだ。屋敷はそれなりに大きく作られているが、場所が悪かった。空き部屋の一室で、そこは子猫たちがよく昼寝に使っていた。寒い冬の間はあまり使っていないが、お気に入りはお気に入り。子猫たちはヒーチローにニャーニャーと文句を言っている。ドラゴン姿にもひるまないのはさすがだ。でもそろそろ許してやってくれ。壊れた部屋の代わりに新しい箱を作ってやるから。ああ、程よい狭さで中に毛布を敷き詰めてやろう。もちろん一匹に一箱だ。これで機嫌を直してくれるか。よかった。ヒーチローもそろそろ人の姿に戻ろうか。修理できないから。よしよし。ヒーチローが人間の姿に戻ると、寒い、壁に穴が開いているな。子猫たちはすでにいない。急いで修理しよう。ヒーチローは、ハクレンが迎えに来たから任せる。そういえば、どうしてヒーチローは急にドラゴンの姿になったんだ。ヒーチローは返事の代わりに大きなくしゃみをした。そして現れるドラゴン。うん、わかった。でもって、今回は屋敷の真ん中でよかった。建物に被害はない。ハクレンは大丈夫か？あら、心配してくれるの？ハクレンはドラゴン姿になったヒーチローを抱きかかえていた。もちろん心配するさ。無事でよかった。それで、ヒーチローのこの症状は、まだ不安定なだけで、成長すれば問題なしということだ。なるほど。問題はくしゃみをしていることだな。風邪かな？それとも何かのアレルギー？原因判明。この汚れたシーツだ。これはなんだ？ヒーチローが大事にしているシーツと。なるほど。大事にするのは構わないが、洗濯ぐらいは。洗濯は嫌がると。シーツのこの角の部分がお気に入りで、洗濯すると感触が変わるから。なるほど。雷鳴蓮とアンがシーツを取り上げて洗濯しようとするから、ヒーチローはそのシーツを隠しにこの空き部屋に来たと。そうか。まあ大事にしたい気持ちはわかるが、くしゃみが出るほど汚れているのは問題だ。洗濯。ヒーチローの絶望した表情に心が痛む。ハクレン、あとは任せた。ちなみに鬼人族メイドはヒーチローの行動を把握しており、後で隠されたシーツを回収して洗濯するつもりだったらしい。そっちの方が恨まれなくてよかったか。ウルザがヒーチローをあやしている。おお、仲のいい姉弟のようだ。そしてウルザに相手してもらっているヒーチローを羨ましそうに見ているアルフレート。子供は知らぬ間に成長しているようだ。部屋の修理はハイエルフたちが総がかりで行ったので、半日で終了した。ご苦労様。俺も頑張ったぞ。ハイエルフたちのための昼食、夕食作り。夕食後、俺は工房にこもって子猫たちのための箱を作る。箱作り自体はそう難しくない。難しいのはサイズ。少し小さいんじゃないかな、ぐらいの広さの箱を好む子猫と、広々とした箱を好む子猫に分かれる。意見を聞きながら作るのが一番だが、子猫たちが付き合ってくれるわけもなく、大量の箱を作り、子猫たちが気に入ったのを確保するようにしたい。まあ、猫は気まぐれだから決まるのは数日後だろうな。それまで箱は放置。ライギエル、ジュエルも気に入ったのがあったら入っても構わないぞ。ライギエルは広い箱がいいか。ジュエルは、ライギエルと一緒の箱ね。仲の良いことで、ルーの不在を少し寂しく思う。思っていたら、ルー帰宅。俺が喜ぶ間もなく、暇なハイエルフ、山エルフたちを引き連れて再出発した。大きな建物でも作るのかな。でもって、少し寂しい。近くにいたクロをぎゅっと抱きしめる。翌日の昼、陽子を含めた文官娘衆たちと大樹の村、この村で溜まっている現金をどうするかの問題について話し合う。文官娘たちは、まずは陽子のテーブルに商品を並べる。焚き木、木炭、ガラス瓶。現在、
大樹の村がこの村を通して大量購入しているものだ。必要分と予備分を大樹の村に運び込み、残りはこの村に預けているが、現金と同じくこれらも溢れそうだとの話。そして文官娘たちは俺の前のテーブルに商品を並べる。胡椒、味噌、醤油、油、布、酒、蜂蜜、薬、肉、小麦、ニンニク、リンゴ、みかん、お茶、白菜、大根、いちご、木工工芸品、鉄製工芸品、鉄製武具、木材、干し柿、大樹の村や一の村、二の村、三の村、四の村が外部に売っているものだ。布は座布団たちが作った布、薬はルーやティア、フローラの研究成果で外部に出しても構わないとされたもの。肉は森で買ったウサギやイノシシの肉。木工工芸品は俺の手作り小物、コップとかお皿とかフォークとか。鉄製工芸品、鉄製武具はガットが弟子たちと作っているもの。木材は万能農具で切っただけの森の木だな。取引額の大きい順に並べました。胡椒、味噌、醤油が儲け頭です。なるほど、マヨネーズがないのはなぜかと思っていたけど、この村で作るようにしているから除外なのか。しかし干し柿ってそんなに多く取引していたかな。大半をラスティが食べるから外部にはほとんど売っていない気がするが、儲けの大きい順に品を持ってきて並べましたが、干し柿は取引額最下位として持ってきました。そういうことね。了解。これらを並べたのは村長に現状を認識してもらうためです。わかりやすいが、ある程度は認識しているつもりなのだが、現在外部から購入している焚き木、木炭、ガラス瓶の代金は干し柿の販売額で支払えます。A、つまり他の取引はすべて儲けになります。 A、この村に資金投入していますが、それも大根の販売額ぐらいです。そうなの？儲けるのは問題ありません。問題なのは現金が一箇所に集まって動かないことです。前にマイケルさんに言われた。陽子もうなずいている。保管の問題ではなく経済の問題。お金を使ってくださいは分かっている。とりあえず焚き木や木炭、ガラス瓶の購入額を増やしてだな。残念ですが焚き木や木炭、ガラス瓶の購入は頭打ちです。 A、 焚き木や木炭、ガラス瓶は組合の取り決めで1年間に作れる量が決まっています。これは各職人の保護もありますが、材料の枯渇による被害を防ぐためでもあります。特に焚き木と木炭は軍事物資にもなるので無理は言えないとのこと。そうなのか。じゃあ当面は村の作物を外部に売らないとか、魔王国を混乱に陥れる気ですか？ええ、思いっきり怒られた。陽子からもそれはひどいと言われた。ごめんなさい。しっかり考えるから。現状認識の甘さを確認した俺だった。次回は異世界のんびり農家387、お金対策388、お金対策の実行。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。